それでは、今日のメインゲストをお迎えしたいと思います。林芳正前文科大臣です。いやー久しぶり。いきなりやるそうなんだ、ね、20、ね、実はね皆さん銀図ってあるでしょ、はい、これね2人で作ったんだよ ね21年前です。もう21年ですか、はい、あれいい撮ってくれる、あれこれ、うん、もうね当時ねテレビすごかったよ ねもうねワイドショーからねいろんなねもうねこんな撮ってましたね。これテレビ朝日、ね、そうそうこんなのだったんですよね。ちょっと背広着てりゃよかったね。はいはい、これねあの週刊朝日だったんですけどねもう衝撃ね、フォーカスにも出るし週刊朝日にも出るしね、しびれましたね。すごかったですよ、はいはい、2人とも分かったですよ ね21年前だからもう本当にね、はい、初当選してね間もない、本当本当我々24年ですもんね。24年目ですからね、ね、はい、もう本当にね、はい、ということでまあ政策とかの話は後でということで、ここはね皆さんね政策とかの話もするんですか、するんですか、するのねそうなの、今日ずっと歌にしようと思ったんだけど、はい、いやまあ政策オールマイティなんでね、はい、ということで、はいはい、実は20年前もう本当20年ぶりだと思うんですけども、2人でずっと演奏してエイシアをやってた、ね、やってた、はい、20年前の、ね、ギターなんだよこれが。初めて2人でね東京の、ね、ライブハウスでね、ギーンズでライブやった時のじゃない、わざわざ、ね、持ってきた ねこれ100台ぐらいギターあんだけど、すげえ、これを持ってきました、持ってきた、ね、20年前あの頃のと全然変わんない、ね、はい、でしかも全く練習してないからね、今あの頃の君は若すぎてってやつね、はい、あそう、はい、すごいね、懐かしい、この色だったよ。大丈夫ですか、ピック音は大丈夫かな、はい、いい感じ、あいい感じ、はいはい、いい感じです ね、はい、行きましょうか。じゃあ皆さん一夜限りの特別ライブです。元祖ギーンズ復活、エイシア。20年前に作りましたアジア外交の大事さを歌った歌、聴いてください。エイシアです。若すぎて君を傷つけたね、まるでチープなテレビドラマのセリフだね。摩天楼街角で君を待ち続けた、伝えたかった本当の想い、その胸に悲しみの雨が降るたびに、大切な人と離れてく、こんなに近くてあなたは遠い、つぶやいてた人を「エイジア」「もう一度歩こうよ」「君の笑顔が忘れられない」「かけがえのない」優しさが輝くよ、やっとわかった、やり直すのに遅すぎることはないよ。ギター芳正さん、 Go for it!君を追いかけてた、愛したかった溢れる想い、そのままに見
心包む子を失うことなら簡単なのに諦めてたけど忘れられないかけがえのない人を永久や黒い瞳の中で永久や優しさが輝くよ。安らぐ場所は君のそばにしかないと君のそばにしかないと Thank you! Thank you! ということで20年ぶりにやりました。すごい、全然練習してないのに。いや楽しかった、ね。はい、すごい曲ですね。ねえ、ほんとどんどん転調していくっていうね、むちゃくちゃ難しいよこの歌は。はい、ということで、それではキャスター席に戻って制作の真面目な話をしたいと思います。